今回は、マックの期間限定商品、大人が恋するテリヤキシリーズ3種を食べ比べてみます。1個目旨辛チーズテリヤキ。テリヤキバーガーのソースとマヨネーズを、トマトハラペーニョフィリングとチェダーチーズに変更した感じ。ハラペーニョで結構辛いです。メキシカンっぽい味わい。一番変化球。子供には辛すぎか?2個目香ばし醤油マヨ卵テリヤキ。テリヤキマックバーガーに香ばし醤油マヨと卵で。間違いない組み合わせ。王道に美味しい。万人受けすると思います。卵でボリュームもある。3個目ガーリックバターテリヤキチキン。肉を食べてる感が一番あります。ガーリックバタータルタルが濃厚で、熱いチキンフィレオとよく合います。一番ボリュームあって1個でも満足できそう。サイドの期間限定。スパイシーチキンマックナゲット。衣に唐辛子が入ってる感じ。食べていると慣れますが、これも意外と辛い。サワークリームオニオンソース。程よい酸味とブラックペッパー効いてました。マックシェイクソルトライチ。ライチの風味と甘すぎない爽やかさで、暑くなってくる季節にぴったりです。まあ半分以上こぼしましたが、自分よりもたくさん味わったキッシュも、フルーティーで程よい甘さだったと言ってましたので、間違いなくうまいです。それでは、いただきます。中身は通常のナゲットです。関係ないようである話ですが、日本マクドナルドの創業者、藤田伝は、人間は12歳までに食べてきたものを一生食べ続ける、と語っています。子供の時に食べたものは、年をとっても食べ続け、自分の子供たちにも食べさせる。この考えに基づき、味の刷り込みを行うべく、おもちゃ付きのハンバーガーハッピーセットを、子供に売りまくったと言われています。今ではマクドナルドのハンバーガーは、大人から子供まで食べる国民食になりましたね。ということは味の刷り込みが成功したのではないでしょうか?私たちの味覚すら、コントロールされているというわけですね。ざっくり調べたので間違っていたらすいません。お袋の味ってやつも、味の刷り込みなんでしょうね。うまいとかまずいは関係ない。小さい頃から食べてたかどうか。ってだけ。ネタがないので後半黙ります。離脱どうぞ。マックをこの量食べると、砂漠から帰ってきたのか?ってくらい、食後喉乾くよね。ごちそうさまでした。